2010 J リーグディビジョン2第5節カターレ富山対横浜 FC の一戦をお送りします。富山県総合運動公園陸上競技場です。安井隆さんです。安井さん、よろしくお願いします。風は左から右へと吹いています。こちら晴れて気持ちのいい青空が広がっています。ピッチ上も良好です。ゴールキーパーは中川、ディフェンスは右から西野、金明日、堤、矢田、ボランチの位置にカンヒョンスと今日は船津が入りました。2列目朝日と上園、吉井と平野、ルーキーが入っています。そして浜野と石田が出場停止、欠場選手は中山。ゴールキーパーシュナイダー、淳之介、ディフェンスは右から柳沢、キム・ユジン、渡辺、田中、ボランチの位置にシルビーニョと小野、2列目は寺田と今日は竹岡が入りました。高知がね、今日はベンチにも入っていないということで、昨日の練習で足を痛めたということで、今日の主審は大西博之さん、副審は高木拓実さん、阿部寛さん。2010 J リーグディビジョン2第5節カターレ富山対横浜 FC。 平木さんから長いボール、ボールの前にボールが入る、中川止めました。から視野から消えて、今みたいにニアに出てくるってのは得意ですからね。はい、両チーム最初の、両チームを通じて最初のシュートは大黒、そして小池口、ボールこぼれてる、クリアしました。カターレ富山今日の2トップは ボールの前にボールが入る、船津、カターレ富山の初シュートは船津でした。こちらは寺田、大黒、寺田が行く、大黒が前へ出た、シュート打った、大黒のボールは取らない。いや、でも今は取らなかったですけど、はい、あの大黒がちょっとねディフェンスの、はい、カウンターですね。さあ朝日上がっていく、小池口、シュートは打った、狙い通りのカウンターじゃないですか。はい、期待に応えましたね小池口。昨日はもうぶっ壊れるまで走りたいと話していた小池口、走りました。3対1ですからね、はい、で朝日も落ち着いてパスで、パス、そして小池口、いいシュートですね。粘って持ち込みましたね、はい、素晴らしい。今シーズン初ゴール小池口、こういうサッカーを、そうですね、ここも取り方すればちゃんと前出して3対3、カンヒョンス右から当たり、カンヒョンスがシュート打った、いいですよ、はい、非常に落ち着いてますし声もよく出てると思います、はい、さあここもボールが通った、竹岡中へナンバー、いやこういう動きですね、いや素晴らしい動き出しでしたけどね、ちょっとオフサイドですかね、はい、オーブルラ早く掘り込んだ小池口、ポーンと入れた朝日、いやシュートか、いやクロスこぼれた、決めた、プロで本気2点目、前半の段階で2対0カタール富山がリードしました。この2点目大きいですね。朝日が入れ込んだところ、キーパーシュナイダー弾いてこぼれたところ、クロベ、ここですね、わーよくクロベ詰めましたね、はい、朝日の頑張りとクロベの詰めの、はい、ボールの前がヘディング、その前にファール、ファールです、その前にファールがあります。今も手を使ったっていう感じですね、はい、田中も行くが、小池口ボールを持っている、後ろに朝日がいる、ここはうまくつながった、クロベではなく船津、いい展開でいいですね、はい、夏の右足やねっていうのがあるじゃないですか、ね、はい、いやいやしかしここで前半終了です。2対0カターレ富山がリードで前半終了です。ディフェンダー13番の片山翔介選手、一気に2人変えてきましたね、はい、あまりより積極的に攻めたいと攻撃型の選手を入れていきましたね。ボールの前に持ってくる、大黒が走り込んできた、いやーそのまま、しかしこれはファールです、ファールです、
大黒のファールです。いやゴールですね。あゴールですか、ゴールですか。いやいいボールだったし、このプレーです。シルビーニョ失礼しました。触ってますかね、触ってるかな。狙い通りの、横浜としては狙い通りですね。はい、2対1に対します横浜 FC、 岸野監督は集中して1点奪いに行く、そして球際の勝負にまず勝つこと、絶対ゴール前のヘディングだ。少し周りを見て朝日が上がっていく、しかしこれはボールがこぼれたところ、片山長いボール、キミヨン、いやーこれは大倉、ファール、オフサイドですか。あオフサイドです、オフサイドです。助かったな富山、カタール富山としては助かりましたけれども、まあ、先ほどからちょっと話しているそのディフェンダーのミスをついてというようなプレーでしたよね。オーサイドじゃなかったような気もしますけどね、今の VTR から見ると寺田も走り込んでいく、右サイドゴール前には大倉来ている、ナンバーもゴール前に来た、ボールを入れていく、中川バッチング、まだあるそこにナンバー入る、西野がクリアしました。柳沢からシュビーノ、そして大黒へ抜けていく西野、さあ寺田です。ここからスピードアップですね。寺田がずっと上がっていく、ゴール止まる、シュートだ。それファールでしか止められないような入ります。はい、前節徳島戦で大黒のゴールをアシストしましたエデル、ピッチに入ってきました。そしてシルビーニョ、中へ入れた、ちょっと今のもですよね。今度は柳さん、ここまで上がって待っていました。ちょっとずつずれ、はい、バスケもサイドのどっちかが見るというような形には、はい、時間帯が多くなると思います。はい、朝日、そしてポケ口取らない、朝日、朝日抜けていく、朝日抜けてシュート、外です、枠の外です。柳沢がここだと指を指しました。そして右から上がっていく、しかしシュート、クロスが入ってファーの位置、もう少し精度は欠いています。柳沢中へ入れた、こぼれたシュート、オフサイドです。再三再四このクリアミスというのカタール富山選手交代です、はい、フォワード20番小池口拓也選手に代わりまして、はい、ミッドフィルダー14番朝日、オフサイドですね。オフサイドです、オフサイドです、朝日はオフサイドです。ゴール前ですよね。さあ寺田、そしてゴールの前に選手が集まってくる、横浜市ボールが抜けた、ネジメン、そして大黒振り向いてこぼれたところ、だからの前にいた小池口、先制点を挙げて、審判が遠いんですよね、見てる位置が、はい、プレイヤーとしてはやっぱ近くで 見られてファウルっていうのは分かるんですけど、監督行くけれどもということですね。どうもちょっと遠いような気するんですけどね、はい、さあクロスゴール前に入った、パンチング、こぼれたところ、セカンドシュート、守っているカタール、カウンター、そしてカウンターに行く朝日、いや朝日セーブが、そのままピッチにはいます。ボールの前にボールが入る、今一人余ってましたね、誰ですかね、ボールキックになります。しかしここはもう交代した方がいいですね。そうですね、はい、ボールの前に来た、大黒頭、牧内さん、はい、そして最後のクロスもあまり精度が良くない状態が続いています。あのこの時間帯、はい、あのそのボールでいいんですけど、はい、そのセカンドボールですね、はい、ここ柳沢持ち込んで、はいね、外から寺田、ゴールの前には3人詰めて、このセカンドボール、ここもボールを抑えるのがどちらかというのが非常に大事になってきます。ナンバー中にボールを入れて、プラスポーンと前出した、はっきりしたいですね、クリアならクリアって、はい、ここというところは本当は求められるところですが、寺田、横浜FC1点追いかけます。怒涛の攻撃が続いている、エデル追いかける、タッチラインを割りました、主審が時計を見て手を挙げた、カタール富山今シーズンホーム、今シーズン初勝利はホームで挙げました。